心の狩人、リムナです。南氷洋のマンモスキラーを目指していた氷河だったが、同じところを堂々巡りする不思議な感覚に悩まされる。ようやく柱の元までたどり着いた時、氷河は思いがけない人物と再会するのだった。これは一体あなたか、氷河。おのれ、卑劣な。何をしようというのだ氷河、死である私に剣を向けるとは。黙れ。我が主カミューは方米宮において死んだ。俺を油断させようとしても無駄だ。ジェネラルよ、化けの皮を剥いでやる。前、白鳥よ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。ラウンド1ファイト。いい加減にしないと今日戦う相手は私ではない。いつまでなりきっている。たとえ姿は真似てもフリージングコスモで真似ることは不可能だ。拳で語るしかないようだ。フリージングコスモ、その程度か。全力で氷河、この神湯が本物か偽物か神を持って知るがいい。そのところだ。オーロラエクスキューション。この世のジェネラルよ、神に負けたことを後悔してやるぞ。カリスオ、やった。オーロラエクスキューション。その程度か。俺の闘気を止めると。お前の技が誰に教えられているのか思い出すのはこの程度。私には造作もないことだ。オーロラエクスキューション、それだけ。オーロラエクスキューション。この氷河の怒りを受けよ。ラウンド2ファイト。フリージングコスモ。フリージングコスモ。これだけ。これだけ。今まで見事に食らえず、私を追い詰める。成長した。氷河、はい。こっちの神であるはずが。何、これだけ。いいコスモの高まりだ。それだけ。この程度の闘技、死であるこの神湯は倒せん。それはお前が一番よく分かっているはずだ氷河。この強さ、本当に神、あなたなのか。それだけ。オーロラエクスキューション。残念だ。オーロラエクスキューション。ウィナー、ありがとう我が主神。まだクールに徹しきれんとは。嬉しいぞ氷河、
よくぞここまで強くなった。ありがとうございます、カミュ。本当に、本当に生きていたんですね。ヒョウガ。おかしい。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに、同じところをぐるぐる回っていたと思ったら、南氷洋の柱にたどり着いたなんて。ここは氷河が向かっていたはずだが。せいや。マリンさん、火星に来てくれたんですか。せいや、私はお前をサンクチュアリに連れて帰るために来たんだよ。何を言ってるんです。今地上は大水害の危機に瀕し、アテナも死に直面してるんですよ。だから俺たちは必死になって。いくら必死になってもお前の実力じゃポセイドンに勝つなんて無理だよ。信じられない、マリンさんがそんなことを言うなんて。私の言うことが聞けないと言うなら力ずくでも連れて帰るよ、セイヤ。この異様なコスモは。ザ、私はちょっと手ごわいよ。覚悟しな。ラウンド1、ファイト。やめてくれ、マリンさん。どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないようなポセイドンに勝つなんて。やるじゃん、夢のまた夢さ。引き分けのない子だね。おとなしく帰るんだ。やるじゃん、セイ。嬉しい。どんな時でも命かけで俺を戦いの場へ導いてくれたマリンさんが、なんてことない。まさか。勝てない。手が止まらない。なんてことない。やるじゃないか、勝てない。ラウンド2、ファイト。なんてことない。なんてことない。お前を死なせたくないんだ。ダセーや、もういいじゃないか。私の手を取り。何者だ。マリンさんは今まで一度なんて俺に手を差し出すようなことはしなかった。やってない。お前はマリンさんなんかじゃない。さっさと正体を現せ。ウィナー、俺の実力見てくれたかい。これが俺の実力だ。お前は一体。私の本当の名前は聖火。聖火姉さんだって。バカな、デタラメを言うな。デタラメかどうか、今こそこの仮面の下の素顔を見せてあげる。聖火姉さん。聖夜。間違いない。幼い頃ずっと俺を見守ってくれた母親のような姉さんだ。やっと
せいや。